皆さんこんにちは。今回のトピは、昭和シリーズ、昭和時代を思い出させてくださいです。懐かしいあの頃を一緒に思い出しましょう。では、ご覧ください。こんな食卓カバー。これ、今になって、便利だなって使ってる。笑い。昔、ハエとか便所鉢とかいたからね。アム。これ、ちょっと高かったやつ。ハイポジ懐かしい。キャどうしよう。六角形の鉛筆でくるくるして。カスガイ製菓が発売したシトロンソーダというメロン味の粉末ジュースもありましたね。ぬるい水を一気に注ぐと吹きこぼれるので、少しずつ少しずつ水を注いで溶いていた。親に、ガンになるから食べるなって。言われてたけど、懲りずに駄菓子屋で買ってました。これ水で溶かすとまずいから、このまま舐めてたよ。10円で買えたんだよね。お小遣い少なかったからありがたかった。ハイレグレオタードに七分だけのスパッツ、その下にストッキング、昭和のスポーツクラブ。この虎のカレンダー、実家にある。今の50代やな、この部屋は。ティッシュペーパーの箱の高さ。ファミコン、ラジカセ、イーグルサム。これは映画のセットか何か、80年代のすべてが詰まってる。昭和のお母さんたちはカバーが大好きだった。カバーが好きというか、物を大切にしてたよね。すぐに買い替えられないという事情もあったかもしれないけど、汚れやすいとか傷みやすいところはカバーして長持ちさせるという生活の知恵だよね。ドアノブめっちゃ回しづらいんだよね。黒電話がドレス着てるみたい。ステレオコンポ、中学になって一式買ってもらった時は嬉しかったわ。80年代後半のオーディオって色がみんな黒なんだよね。昔のコンポって重たくて音も良かったよね。私は高校の時、15万ちょいのコンポを親に前借りして、バイトしながら月に1万ずつ返してたよ。人生初の高い買い物したな。懐かしい。メニューに笑顔が無料とかあったような。このロゴが懐かしい。大人になった今では感じられなくなった。マックイコール、嬉しワクワクドキドキを思い出す。切手シール。懐かしい。2枚も入ってて50円だなんて。うちはベータマックスもあったよ。テレビ。今見るとかっこいいな。上には酒くわえた木彫りの雲を置きたい。映りが悪いとバンバン叩いてた。家電は大体叩けば治るという意味不明な時代。マジソンバッグ、中学生の時の通学カバンだった。結構人気で多くの生徒が持っていた。この三色アイス。三色鳥のアイス、昭和のデザートスイーツお菓子時でも見かけて、その時も言ったんだけど、今もローソンで売ってるよ。赤電話。ピンクと何が違うの？あと、この電話はかけるだけじゃなくてかかってくるという噂を聞くんだけど、知ってる人いませんか？ピンクの公衆電話はお店に置いてあるもの、置いてるお店で管理してる。少しは儲けがあったのかな。ラジカセの元祖だね。篠沢教授に全部。原平に全部や。篠沢教授は正解率低い笑い。今見るとなんて簡素なセットなの。今って背景のセットがいっぱいで派手だよね。田野金全力投球、田原俊彦、野村義雄、近藤正彦。キャンディキャンディ。BiPhone。 いくらだっけ？80円とか100円しなかったような。
足漕ぎ自動車。キックは駅員が1枚ずつ切ってた。すごい労力だ。常にカチカチ合ってて渡すタイミングが難しい。子供の頃カチャカチャの合間にくるんって回すのをかっこいいなと思って見てたわら。だから恋も生まれましたわ。これ何ですか？横だけどレコーダーやと思います。テープとか聞くやつ。これポップアップトースターだよ。笑い。トースターです。パンが2枚焼ける。パンは上から差し込んで焼き上がると飛び上がってくるんでしたっけ。ビーバップハイスクール、スケバンデカ、スクールウォーズ。切符の自動販売機の子供用についてる蓋みたいなやつ、大人用と子供用を間違えて買わないようにしてあって、簡単な仕掛けだけど、アイデアだなと思う。今これないの。この蓋開けるのがなんか好きだった。お菓子の鈴木くん、佐藤くん。おしゃれな花柄魔法瓶。一番右、うちの実家でまだ現役だわ。うちは一番左のがあった。炊飯器も花柄。かわいいよね。芸能人水泳大会。今ならセクハラ、アウト。下から出てるて、男たちいい。かぶりそうね。子供の頃、これを凍らせて飲むのが楽しみでした。遠足で持って行ったよ。板ガム当時50円。家族で焼肉行くと、子供は棒アイス。大人は板ガムもらえた。クイッククエンチはアイスもあったよね。大好きだった。車の窓の開け閉めはレバーを持ってくるくる回していた。クーラーがついてない車も多かった。給料は茶色の封筒に入れて手渡し。東芝だったかな、給料運んでる時に1億円取られたの。それから振り込みに変わっていったと思うよ。リボンの付録。昭和はふくらはぎくらいの丈で足首までのソックスにローファー、革のバッグのイメージ。今ならいろいろありえないが、プール入る前の殺菌です。リアルタイムでやりました。少尉軍人、もはや戦後ではない。昭和40年代後半に国鉄の駅前で少尉軍人がラジカセで軍歌流して小座に空き缶を置いて座ってた。足のない人見たの初めてで衝撃を受けた。手や足のない人がこの世にいると知らなかった。父にあのおじさんにお金あげないのと聞いたら、あの人たちは国からお金もらってるから心配してやることないよとドライに答えられた記憶。少尉軍人さんだよね。年末になると百貨店の玄関前とかに座ってたな。昭和40年半ばまでだと思う。自転車のこいつ。これは何ですか？あなた若い方なのね。私も子供の頃はよく見かけたんだけど、あれは一体何だったんだろうと思ってググりました。W、これはハブモーというらしく、自転車のホイール部分を掃除してくれるアイテムみたいです。今でも買えるには買えるみたいですが、これを作ってる工場が次々と撤退してて、今はもう一箇所でしか製造されてないらしく、その工場も材料が尽きたら生産終了するそうです。平成初期ぐらいまではよく見かけてたと思う。私の通学用自転車にもついてました。今でもホームセンターの洗剤コーナーの隅っこに置かれているけど、昭和の食器洗剤の代表格といえばこれ。昭和36年あたりの銀座。友達の家にあって、お正月にも誕生日にもクリスマスプレゼントにもねだったけど買ってもらえなかったおもちゃ。ママレンジ買ってもらった後にこれ欲しくなったけど、私も買ってもらえなかったわ。ママレンジ、ママレンジ、エプロンつけてクッキング、ママレンジ、ママレンジ、アサヒおもちゃのママレンジ、今も歌える笑い、リアルタイムで見てた小学低学年時、欲しくて欲しくて泣きついて誕生日に買ってもらった。米びつ、
ハウス劇場。この絵すごいね。オールスターじゃん。マイナーなとこでフローネ好きでした。記憶曖昧だけど、カルキス劇場もあった。カルピス劇場から複数企業を経て、途中からハウスに変わった。世界名作劇場という名前がついたのは、1979年放送の赤毛のアンからであり、それまではカルピス子供劇場やカルピスファミリー劇場という名前がついていた。赤毛のアン以降は提供がカルピスの一社だけでなくなったため、シリーズ名を何度か変更している。その後ハウス食品工業が単独スポンサーとなって、ハウス世界名作劇場と称した時期もあった。雑誌のキャラクターが大好きでした。斉藤真理さんのイラストだよね。可愛くておしゃれで大好きだったな。池袋のサンシャインでサイン会やってて、カンペンケース買ってサインしてもらったことがあるよ。レモンちゃん、私も大好きでした。復活してくれないかな。ティッシュの箱は今よりだいぶ分厚かった。スプライト瓶、酒屋持ってったら30円くれたよ。中の鈴が穴を通って落ちていくおもちゃ。これあったわ。今突然存在を思い出してめっちゃ懐かしい。こんな感じのパジャマ入れをベッドの横とかにかけてたよ。後ろが開いていてパジャマ入れられる。オクトパス、これとドンキーコング懐かしい。突っ張ることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた。可愛い屋の子はくるくるパーマに長めのスカート引きずって、わろた。初代リカちゃん持ってました。その前はカンナちゃんだか泉ちゃんだかのお人形だった。友達がバービー持ってて体つきが違うので大人っぽいと思ってた。リカちゃんと泉ちゃん持ってたよ。スーパーと美容院も買ってもらった。本当はリカちゃんの病院欲しかったけど、当時の田舎はどこも売り切れだった。バブル時代くらいまでは普通列車にまで灰皿があった。かや。バッティングセンターみたいだ。懐かしすぎて泣きそう。昔は良い時代だったな。本当にね、良い時代だったよ。戻れるものなら昭和に戻りたいわ。こういう画板を写生会で使ってた。43年前にはサザンオールスターズがいたとか、なんかすごい。平凡と公募に買ってた毎回エッジ応募辞典みたいなのがついてて興味津々だった。昭和50年頃、新宿木造住宅と高層ビル。何かブラジルとかの貧困街と高級住宅街が隣り合わせの街みたいだね。新宿の超高層ビルができた時、友達とわざわざエレベーター乗りに行ったっけ。懐かしい。その後会社のクラブができて同僚と行って食事した。浅草松屋デパートの屋上遊園地。70年代80年代庶民の最大の娯楽はデパートへ行だったとネットに出てました。みんな楽しそうだ。おべかしして一家総出で出かけてた。そして遊び終わった後はお子様ランチを食べる。このくらいのほのぼのした幸せがいいな。ディズニーランドとか USJ とかじゃなくてさ。お祭り。昭和のカーアクセサリー。タクシーとかほぼ 100% 水中下のアクセサリーついてた。ギアをガックンガックンするから。学生カバン、男子の骨のカバン。これ重いだけで全然入らないんだよね。サブバッグ必須だった。中学高校の時はこのカバンでした。懐かしすぎる。不良少女は踏んづけてぺちゃんこにしてた。学校のだるまストーブ。母親が使ってた。懐かしい。温まった時の匂いまで思い出した。まだある。たまに使う。小学校の下校の時、学校の外でひよこを売ってる人いたの覚えている方いますか？カラーひよこが売っていて、私は買ったことがある。成長とともに色が抜けて普通の鶏になった。
カラーひよこが売ってたよ。ファンシーケース、今もあれば買うのにな。サンリオのマスコット、まだ使ってます。アイロンのコード見たらこたつ思い出した。昭和46年初夏、銀座のデパート。すごい衣装ですね。今はセクハラ。半ズボン、お客様の赤ちゃんかわいいね。今見てもかわいい。ゼロ系新幹線。昭和の女優は美しい。これは拾い画だけど、実家に同じミシンがある。おばあちゃんが使っていたみたい。オルゴールメリー。赤ちゃんがいる家にはどこでもあったね。うちのは真ん中がお人形だった気がする。お、これは懐かしい。ありがとう。1988年昭和63年、南野陽子と工藤静香。工藤静香、お嬢様っぽい。どうして変わってしまったんだ。娘さん似てる感じする。追っかけてみたぞとか軽い口の文章や語尾のカタカナにゾワッとする。ポカリスエット、森高千里、1986年。ポカリスエット宮沢りえ、1988年。これは平成ですね。こういうの検査する仕事してました。派遣でお時給1600円で当たり前の時代でした。書院、懐かしい。着せ替え人形。缶ジュースは 250ml だった。ペットボトルはまだなかった頃。水とかお茶を買う概念がなかった頃。この後に360の瓶、それから缶、その後にペットボトル。現在の浅香唯衣と大西由香。コンビニない時代、電車で飲み物というとこういうお茶った。あと冷凍みかんも定番。到着までに飲み物尽きたら下車まで我慢。雨の日の散歩。おばあちゃん家のトイレにはちり紙だった。40年くらい前。今でもスーパーで売られてるのを見るから根強いファンがいると思われる。最近のちり紙は水溶性で水洗トイレでも使えるみたい。田舎のいとこの家のボットン便所がこのペーパーだった。ボットン便所も怖いし臭いし、ペーパーもこれだしで、いとこの家のトイレ怖かったわ。場所もサザエさんみたいな縁側の突き当たりの端っこで、夜は真っ暗なところだった。特捜最前線、音楽が渋い。これは昭和？スピッツ、ちゃうちゃう。子供の自転車のハンドルから紐出てませんでした。長いし多いし。三輪車も。エアメール、今はメールだよね。これに乗ってました、ドレミマリちゃん。みんなこんな帽子かぶってた。ピンクレディの影響だったと思うけど、透明サンバイザーも流行った年があった。懐かしい。暑いから帽子かぶっていけって言われて、これかぶるとそれじゃ日射病になるとか言われた。日射病って。おばあちゃんの机これだった。懐かしい。昭和の扇風機は羽が青かった。時間切れになると中身が飛び出すパズル。これ持ってた。でもパズルがどっか行っちゃうんだよね。持ってた。最近ドンキホーテで似たようなやつが売ってて、子供に買おうか悩んでた。結局ドンジャラ買った。私たまに今でも食べたくなるよ。おばあちゃん家によく常備されてたな。めちゃくちゃ懐かしい。昭和50年代前半のロングブーツ姿のバスガイド。レトロで可愛いね。牛乳屋さんの前の自販機。これ懐かしいな。いちご牛乳買ってもらってひんやりしてたこと。ストローさしたら手に溢れてきて、手が汚れてベトベトになったな。少しエロくて、たまに小学生の時にドキドキしながら眠くなるまで見てたな。チャチャラチャラカン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 、すごい勢いで朝まる。ザコバさんが
事件の詳細を話し始めます。泉ピン子がレポーターをしていたね。調味料入れケース。テレビのロードショーの前には個性豊かな映画解説者が必ずハイライトなどを言ってくれた。これを聞くといつもワクワクした。解説者は皆個性的で決め台詞もあった。さよならさよならさよなら。高島さんのお父さんとかひげのおじさん、名前なんだっけ、も司会やってたよね。昔はほぼ毎日映画やってた。昼もやってたし、夜やってた映画番組、日曜洋画劇場、淀川長春、月曜ロードショー、小木正弘、金曜ロードショー、水野春夫、ゴールデン洋画劇場、高島忠夫、木曜洋画劇場、木村奈穂子。梅とコーヒーよく買ってたな。スウィーティーまだあるかな。よく食べてた。これ持ってた。そして風呂上がりにはお子様クリームよ。ダリア、お化粧セットもあったね。うわ、かわいい。バタークリームのケーキ。これのせいでバタークリームって美味しくないと思ってたけど、きちんとしたバターを使ったやつは本当に美味しくて驚いた。うちはマイルドセブンを使ってたな。アマチマリと白いギター。白いギターというとテレビジョッキーの奇人変人コーナーでもらえるやつも。リボンの連載人と同じくらい好きだった。小学生とかの時、漫画とかの裏にあったラピスラズリの広告あったね。運気が良くなるみたいだから欲しかった。中1時代とかの雑誌には睡眠学習の枕とか、少女コミックの裏表紙は日展のよしこちゃんとか定番だったかな。今じゃ上記の雑誌そのものが見当たらないよね。手探りゲーム、赤いチェッカーと白いチェッカーの手触りの違い分かりましたか。て懐かしい。家にありました。まだ物置にあるかも。笑い。銭湯のマッサージチェア。キツネの襟巻き。スライム。金と銀の紙に包まれた四角いおつまみ。2枚目のはツナピコ。昔から好きでよく買っている。猫ちゃん用のも包み紙が同じのがある。瓶コーラの自販機。キャンペーンの時は瓶の蓋の内側にプラスチックみたいな引っ張ると取れる点数がついてたから、自販機についてる栓抜き使うときは M 下に落ちないように指入れてた。瓶コーラの王冠の裏側に当たりが出たらミニチュアコーラがもらえた。そして僕は途方に暮れる。懐かしい。日清のカップヌードルの CM ですね。パッケージが好きだった。ゼンマイ式のボンボン時計。おう、クッキースマイルの CM の時は小麦色だった。光り輝く美貌だね。ため息。国鉄特急が全盛期でした。東北地方では本数が多く当たり前のように運転されてましたね。玄関とかの壁のこういうタイル懐かしい。祖母の家はグラデーションがあるこういうくすんだグリーンのタイルだったな。玄関とかの壁のこういうタイル。昔のタイルかわいいよね。タイルのシンク、流し台がめっちゃかわいい。トトロのサツキとメイの家を思い出した。ドリフターズ。こういう喫茶店、最近だと若者にでも言って受けてて、若い人のお客さんが多い。今公園にないよね。子供の頃大好きだった遊具。これでよく遊んだ。懐かしい。仲良しグループからちょっと浮き気味だった私は、いつも外から回す役だったのを思い出したよ。
大好き。メリットもあったな。ブルーチップポイントみたいに貯めてカタログの商品と交換してた。ご覧いただきありがとうございます。昭和の懐かしいひとときを楽しんでいただけたでしょうか。昭和の思い出などコメントしていただけると嬉しいです。では、また次回をお楽しみに。